それでは、防災・熱災セミナー開催いたします。開催に先立ちまして、開演の挨拶を小山明さん代表よりお願いいたします。本当に暑いですね。よく来ていただきました。コロナも少し増えてきて心配です。でも暑いですから、マスクはさせていただいて、こういうところに来るときは小山グループは必ず抗原検査をして、そういう心遣いがあります。この勉強会もいろんな趣旨がいろんな立場で関わって、中島先生の立場、筆西井さんの立場で、今日私もたくさんの関わりサンダーバードの代表でもあり、そして小山グループの代表であると同時に結構な意味のビジネスさまざまに、今日皆さん方来たらいらっしゃる、いろんな立場、いろんな目的があると思います。でも一点共通しているのは、長島先生がおっしゃった、まずは生き残る防災減災ということのいろんな立場、いろんな責任、いろんな目的があるでしょう。でも私どもは弱者として協力し、学び、そして一人も助け合うことの中で、私たちが弱者であることを知ること、弱い者だが協力できる、そしてこの首都圏大震災に向けて一番危険な一番近くやるというのも良かったですね。私は全国被災地に会いました。また連携もしました、救済もしました。一番リスクのあるこの首都圏、私たち自身がきちっとできれば、全国の小山グループの施設も安全に、そう思っております。私今日細かいこと言うと日記も書きましたけど、ドローンがやっぱりこれから大事で、私どものカートにもドローンを飛ばせるカートというのが流行っている、屋根が開いて飛ぶんだそうです。映画みたいです。得意です。やっぱり被災地の中では高いところから全体を見渡せる、道を探す、そういったことも必要だと思います。そういったことも私も実験しながら、政府にも提案しながら、病院会だろう、社協だろう、含めて世に問うていきたい。私たち自身が行動すること。今日は座学ですが、皆さん方、支援にいらしたい、またチャンスがあればしたいというお気持ちの方たちばかりだと思います。私たちは行動することによって人の命を救います。行動することによって自分の責任感を持ます。行動することによって仲間が生まれてきました。私も被災地にたった一度ですが石川県行ってまいりました。それでも大勢の同行の人を得ることができました。そういう方たちがこの一番町の方に次1回でございます。こうして集まっていくということで、新たなヘルスケアデザインで言うと、新たなサンダーバードが生まれてくるというふうに思っております。あと、これが今日は高齢者介護系ばっかりですから、いろんなお国の指導もありまして、いわゆる被災の時、弱者として障害者の施設、保育の施設、そういった方たちにも参加を呼びかけていきたいと思っております。皆様方、これ高齢者だけの会ではありません。条件は一つ、弱者だ。保育園関係者の方も、障害者関係の方も、ぜひこの会に参加していただきたい、お声をかけていただきたい、今日最初のご挨拶とすること。とよろしくお願いいたします。今日の代表、ありがとうございました。それでは、早速、講演の方に移りたいと思います。プロローグといたしまして、超 FM で、ね、防災ジョジョという番組もやられていらっしゃいます、東京都都立病院機構危機管理、統括部長であります、中島先生。
からのお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はすごい暑さの中ここまでいらしていただいてありがとうございます。私も朝名古屋に行ってですね、名古屋も暑いなと思って帰ってきてからもうここまで暑くて、四ツ谷の駅から歩くだけでも汗だくになってしまいます。今回今年の3月にこちらでお話をさせていただいたご縁で、中央 FM さんで防災ジョジョという番組を、させていただくことになり、そこで、石井様とお話を、してもっと話したいなとか、あとラジオではどうしても画像とかがないのでなかなか声では伝えきらんものがあってですね、今回連動する形で、今日企画をさせていただきました。ですので、防災ジョジョの第1回はジョジョのことを話してたんですけれども、2回目はお食事の被災地の時の食べることの話をしていました。ですので今日もそれに まつわったお話をちょっとしたいなと思います。私が関わっていた、ちょっと前まで関わっていたのは、これは本当の災害現場ではないです。災害現場を模した、瓦礫の訓練施設に、お邪魔して、ここはオーストラリアのチームが自分たちのところで、クイーンズランドですね、やっているところを見ます。次にお願いします。模擬の埋まった患者さんが入っていて、それをちゃんと救助できるのか、救助するのであればそれが合目的に患者さんの命を守るためのちゃんと行動ができているんだろうか、そういうものを世界中のチームが、みんなでお互いを、評価し合う。日本にもこのチームがいて、ニュージーランドだったり、ハンガリーだったりですね、いろんなところから来た人たちに見てもらって、うんうん、大丈夫ですよ、世界水準のことができてますよっていう、こう話をしています。で、例えば昼だけやるわけじゃなくて、ずっと48時間訓練ができるかというか、実際トルコとかに行けば1週間とか働き続けますので、24時間ちゃんとできるかな、48時間できるかなっていうのを見ますから、夜でもやりますし、実際に穴の中に入っていくと、こんな立て膝してるぐらいの、ちょうど私がここで立て膝してこのぐらいの空間、もっと狭い空間から患者さんをみんなで出してくるような、そこに医療も救助もいろんな人が関わっていくという訓練をしています。この時に僕はどんなご飯を食べてたのかなって思ってですね、一生懸命結構な数 のカメラの写真、自分が撮った写真を晒してきたんですけれども、なんとですね、これが唯一そのさまざま行った訓練の中で自分が食べたものを写したものだった。これ日本の訓練の時に食べたものですけれども、白飯のアルパカ米にお湯を入れて、ちょっと内側にですね、缶詰とかを入れてお湯を入れてぐしゃぐしゃってして食べてる。つまり全く食べ物に対して興味がないっていうか、興味を持って美味しいものを食べようっていうような、そういう状況にない。それはなぜかというと選択肢がないからです。救助現場に行って食べるものっていうのはこういうものだって思っていて、あとは食べるという作業だけをしている。もう簡単に言うとカロリーだけを取るために食べていて、ですから当然面白くも何ともないので写真も残してないってことが分かったんです。他にはたくさんの救助現場の写真とか練習している写真とかいろんなの撮ってるのに食べ物全然撮ってないってことが分かりました。これが被災した時に僕らが追い込まれる楽しみじゃなくなっちゃう。人生の中の大事なワンシーンワンシーンなのに被災するとご飯を食べるっていうこと自体がなんかちょっと違う方向になってしまってるんだな。でもう一つあったのが、次お願いします。これが、今回私が石川県の能登半島の地震の時にですね、チームを送り出す拠点で私毎日自分が食べてたものです。さっきよりかはちょっと良くなった、みかんが
こう器具貼ったりとか、なんかちょっと品数が増えてますけど、結局レトルトものを温めて食べるという作業になっていて、やっぱりこれもお食事をいただいているという感じではなく、作業ですね。栄養を取る、明日の朝から働くための、まあ、カロリーを取る。少しそのなんか災害のことを考えて、自分が生き延びるためにどうするかっていう割には、あんまり食事のことちゃんと考えてこなかったなと、口の中で口内炎ができたりとか、ビタミンがどんどん失われていったりしてですね、最終的には今度水物しか飲めなくなっていったりとか、そういう雑な食生活だったなっていうのが。で、前回ジョジョの中で石井さんとお話をして、ちょっともうちょっと真摯に、真摯というか真面目に、その被災の日に食べるものをどう確保しておくのかっていうことを考えないと、やっぱり生き延びたとしても2日目3日目にへたってしまうな。せめていろんな苦しい中でご飯食べてる瞬間だけ、あ、美味しいわって頑張ろう次もって思えるような、なんかそういう小さな幸せが感じられる時間を手前で用意して、それを貯めておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うようになってます。ですので、ぜひ皆さんもですね、お家の中にいろいろと防災グッズっていうので買っておられると思うんですけど、それ食べた時に幸せかなこれって思えるかどうかを基準に、今なんかすごくいいものがどんどん出てますので、入れ替えていっていただいて、その日が来た時に、まあ、役に立つような食事を選んでいただけたらなと思います。その一つ考えていただくきっかけになればと思いまして、今日もう一度フックデリの、石井大輔さんに来ていただいて、これから少し30分ほどですが話を聞きしていただこうと思います。その後小山代表も3人でですね、お話をさせていただきながら、むしろ皆さんから質問とかがあれば、それについて皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。では石井さん、よろしくお願いいたします。はい、中谷先生ありがとうございました。それではお食事といえば、株式会社クックデリの上席執行役員、販売推進室の室長であります石井様よりお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずこの防災減災セミナーで私もクックデリのお話の機会をいただけたことを感謝しております。ありがとうございます。本日は皆様にとって少しでもお役に立てる情報がお伝えできればと思っておりますので、ご説明の後、何と質問をいただけたらと思っております。よろしくお願いします。クックデリのことをご存知の方はですね、大事なんですけども、まあ、会社の概要、どんな会社なのかっていうのをご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、少しだけ会社の概要をご説明させていただきます。クックデリのミッション、これはですね、高齢者食のセーフティーネットを築く。まあ、平時においても、それから災害時においてもですね、まあ、何かあったときはクックデリというような、そんなことを目指しております。事業内容なんですけれども、高齢者の施設向け、もしくは最近は医療施設の方でも私の商品をご利用いただいているんですけれども、まあ、そういった施設様に対して調理済み、これらをすぐに冷凍にして、で単品ではなくてお献立にして、それを施設様にお届けをさせていただいております。お届けするエリアなんですけれども、日本全国、離島も含めてお届けをさせていただいております。私はもう全国の担当させていただいておりますので、北は北海道、南はこの間は石垣島の方まで行かせていただいて、本当にご食事で困っていらっしゃる施設様にご活用いただいているというような状況でございます。導入実績の方なんですけれども、今全国で5000の施設様に毎日15万食をお届けするまでになっております。徳陽老健様の ご利用いただいている施設様ですと360箇所、
それから有料老人ホーム様ですと700カ所とかですね、非常に多くの施設様で、それとあと介護職員の方がお食事を作られていらっしゃるようなグループホーム様、デイサービス様なんかでもですね、非常にご利用いただいております。今日はですね、防災減災セミナーということで、実際にどれくらいの被害があるんじゃないかっていうところをですね、私の資料ではなくて、今回は国土交通省からのデータをちょっとお借りしてですね、ご説明したいと思います。テーマとしては南海トラフ地震、そして首都直下型の地震対策についてという資料をもとにちょっとご説明させていただきます。実際私もですね、南海トラフだとか首都直下とか地震あるって知ってはいるんですけれども、どれくらいの被害があるのかっていうのがですね、数字で内容としてあまり把握してなかったので、今回ちょっといろいろ調べさせていただきました。これがですね、まず南海トラフの巨大地震被害想定の概要ということで、日本地図の、東日本、西日本全域ですね、赤いところが、震度6ないしは7、そして青いところが震度4、5、全般的にですね、非常に強い地震、6以上の強い地震が起きる可能性があると。で、発災直後に大津波が来るというふうに書かれております。続いてその南海トラフにおけるライフラインがどういうことになっているかという、推定が出てますので、そちらを少しご説明させていただきます。上水道ですね、こちらに関しては3440万人の断水台、そして下水道については同じように3210万人の利用が困難になるというふうに書かれています。で、電力に関しましては2710万件が停電になり、道路については4万1000カ所での施設被害が発生すると予測されています。避難民としては950万人、津波による浸水面積は約1000キロ平方メートル、市区町村でいうと450市区町村がその浸水になってしまう。日本全国で今1718市区町村がありましたので、約 30% の市区町村がもう浸水を受けてしまうというようなデータが出ております。今度はですね、首都直下地震です。基本的には関東圏、なんですけれども、首都直下型は、マグニチュード7クラスの地震があると言われております。そして、被害状況としては日本地図の、関東圏はこのような形でですね、震度5から7の強い地震が集中的に関東圏に起こりうるというふうに書かれています。都心の震度はマグニチュード 7.3、 要救助者は7万2000人、避難者は避難される方は最大で720万人、先ほどの南海トラフは950万人でしたので、それに匹敵するぐらい多くの方が避難されているという形になります。そして津波に関してはですね、神奈川県、千葉県の、太平洋側ですね、最大で10メーターの津波があるというふうに予測されております。先ほどのように、ライフラインのことで申し上げますと、電力については5割の地域で停電が発生します。そして最悪の場合1週間以上電力が回復しない、道路については復旧に関しては1ヶ月以上要する、断水については発水1週間後で最大1都3県約3割の断水が継続するというふうにこの資料には書かれております。大災害の備えなんですけれども、支援物資が届くまで自助共助できる、その生き延びる方法を普段からご用意いただきたいというのが私の本日の まとめにはなってしまうんですけれども、こちらをちょっと少しお伝えさせていただきます。実際にですね、緊急時の対策というところで、各介護施設における事業計画、事業継続計画というところに沿ってこの4月から義務化されました。で、
まあ、自然災害であったり感染症の不足に備えるためにということで、まあ、今回の富山医療福祉グループ様との初めてのご縁があったのが熱海の土砂災害ですね。一番皆様から見て左側にある写真、そして東日本大震災、大雪に関しては新潟の大雪で、まあ、本当にこう交通網が麻痺したという事例もあります。まあ、そんなようにですね、道路が遮断されたり交通がもう普通になってしまったりとなると、外からの食材も含めて届かないというのが現実なんではないかなというふうに考えております。そして今またコロナが各施設でいろんなところで発症が起きておりますけれども、そういった感染症の方が厨房スタッフの中で増えて、お食事が急遽ご用意できなくなるということも非常に身近にある状況なのではないかなというふうに考えています。私どもの商品は先ほどお伝えした通り冷凍でご用意させていただいて、それを湯煎または厨房の中であればスチームコンベクションオーブンで温めていただくだけで美味しく召し上がっていただくことができますので、まあ、常にこういった商品を備蓄いただくことが最大最良の BCP 対策ではないかなというふうに考えています。私もですね、能登半島の市内にサンダーバードの会員として参加させていただきました。1回目は珠洲市、それから羽咋市の方に今年の2月に行ってまいりました。珠洲市はですね、本当に漁師町で古い建物が多くて、まあ、写真にあるように1階部分がほとんど倒壊をしており、そして建物が本当にこう道路にまたがるようにで、こうマンホールが隆起しているというような形でですね、非常にこう車で移動するのも難しいようなそんな状況でございました。あと道路に関してもですね、まあ、非常に改修を工事をしていただいてはいるんですけれども、まだまだこういった、未改修の道路もあって移動するのも非常に不便な状態でした。ちょうどこの時期2月というのはですね、実は大和宅急便もクール便というのを受け入れてない状況なんですね。なので実際にブックデリの商品をお届けしようと思うと私どもとしてはできなかったので、今回富山医療福祉グループのカートの冷凍車のお力を借りてですね、私どもの商品を載せさせていただいて施設側にお届けをさせていただいたという経緯がございます。でこの羽咋市の方にですね、ある施設様に私どもの商品をお届けさせていただいたんですけれども、羽咋市はそんなにこう倒壊だとかっていうのを多く被害を受けたところではないんですけれども、多くの問題としては断水があって、それでこう施設の中の衛生状態が非常に悪化していたというふうにおっしゃってました。でその結果、まあ、ノロとコロナとインフルエンザ A と B が同時に発症して、介護職員の方はもうそちらのケアに当たるしか時間が手がないということで、お食事までご用意する段取りが組めないということで、まあ、非常にこう簡略にできるお食事をご依頼いただいて、福デリのお食事をお届けしたという経緯がございます。はい、続きまして、2回目は今回輪島の方に行ってもらいました。4月ですね。最近テレビでもこういった、朝市の写真であったり状況であったり、同じように、ね、最近行かれたまあ、テレビの上でも倒壊したビルがこのまままだ残っているような状況で、この復旧というのはいろいろされていらっしゃると思うんですが、まだまだ時間がかかるのかなというふうに思っております。輪島のこう、まあ、地震の影響で非常にこう驚愕的な事実なんですけれども、4メーターもの土地が隆起したということで、上下水道にどちらも止まってしまって、まあ、その当時4月ですけれども、修理待ちた施設が3000円あるということで、まだ給水車が届いて、お水をお届けしたいというようなケースになります。で実際にですね、今回輪島の方の輪島市社会福祉協議会、それからグループホームと消火器の併設の施設さんにも、
私の商品をお届けさせていただいてですね、なんとかお役に立ったかなというふうに考えております。あとはこういった災害の他にですね、こういったお食事の環境というのはかなり厳重になってきております。それを少しご説明させていただきます。人材確保が難しくなってきたという話です。まさに2025年問題、超高齢化社会が来年ですね。でももうかなり皆様の施設はお困りです。生産労働人口が2013年に対しては 16% も減ってしまうというふうに言われています。結果ですね、その施設さんの中では調理師さんが欲しいので、調理師さんの確保争奪戦というのが始まっているという状況です。そして同じように、小山医療福祉グループ様の施設はほとんどが直営でやられていらっしゃるので、委託会社というのは、経験としては少ないと思うんですけど、委託会社さんのですね、調理師さんの確保が非常に難しいというところで、実はクックデリの商品を委託会社様に卸してそれを使っていただいているというような事例もございます。こういった人材の確保が一つ皆様の施設でも非常にご懸念になっている部分だと思います。2つ目なんですけれども、水耕熱です。だいぶ水道光熱費が高かったものが収まってきたというお声も聞いてはいるんですけれども、まだまだ高騰しているというお話もありますので、その水耕熱費の高騰、そして、この義務化された BCP 対策での災害時の自主教授というところをお役に立てればというふうに考えています。実際ですね、今日も中島先生にブックデリの商品をご試食いただいたんですけれども、手前味噌ですが、ブックデリの商品というのは非常に美味しいと思っています。ご試食会をして皆様に召し上がっていただくと、こんなに美味しいんだ、これでいいじゃない、これがいい、これをどうやって使うというような話をいただけるケース、そして試食会をすると大体7割ぐらいが導入につながるという実績があるので、自他ともに認める本当に美味しいものがご用意できていると思っています。そしてどなたでも簡単に安定したお食事が提供が可能なんですよと。例えばレトルトのカレーを湯煎するのと同じようにブックデリの商品を湯煎する、それだけでも食事の準備ができたりしますので非常に簡便です。そしてどなたがやってもお食事は失敗しないので、安定したお食事が常に継続的にご用意できるというのが特徴でございます。そして3つ目なんです。手前の商品は冷凍なんですけれども、他社様でも冷凍のがありますが、冷凍で保存期間が長期でありますといったものをうまく備蓄に活用いただければと思っています。下に書いてあります完調品でございます。完全調理済みの商品ですので、自然解凍、解凍されればそのままお皿に持って提供することができるんです。ですので1回目、先ほどの白衣市の方にお届けした商品というのは自然解凍しても非常にいい状態のものをお届けできるようなものを厳選してお届けをさせていただきました。で、2回目の時は、施設様でしたので、クックデリの商品は例えば湯煎の時間が10分だとか15分だとか20分だとか、商品の厚さだとか大きさによって変わってくるんですけども、10分で、湯煎だけでできるものを厳選してお届けをさせていただいて、あと被災をされていらっしゃる皆様の状態としては、便秘になりがちだというお話も伺ってましたので、食物繊維の多いきんぴらごぼうだとか、そういった繊維質の多いものを主に厳選してお届けをさせていただいたという事例もございます。次お願いします。ありがとうございます。で、ここからですね、実際クックデリがどういうふうにご活用できるかというところをご説明させていただきます。一番いいのは毎日ご利用されると常に施設の中に2日分の備蓄がありますよというのが非常に安心できる体制かなと思っています。いやいや、うちには調理師がまだいるから毎日は使わない、じゃあそんな時だったら部分的に例えば朝食だけ使って、土日使うのと合わせて2日分の備蓄として購入いた
してという形で流れるにはローリングストックしていただけると常に施設の中でもフックサードとしながら備蓄が取れるというのが非常にいい流れだと思います。ぜひ施設様の各状況に合わせてですねどちらがいいのかというのをご検討いただきたいと思います。まあ、これの理由というのは先ほどお伝えした通り道路がその、まあ、使えなくなったりとか、まあ、お届けする術がないのかなと大きな災害の時に、まあ、そういった時を踏まえると、まあ、そういったものを各施設様の中でご検討いただければと思います。定期的にですね毎月ご利用いただいている施設様に関しましては各施設様の中に冷凍庫ってそんなに容量はないものですからクックデリがご用意させていただきますのでぜひそこもご検討いただいてご相談いただければと思います。まあ、こちらは写真の、イメージなんですけど常食または昼食、そしてクックデリは常食と食形態としてソフト食それからミキサー食という食形態でございますので、まあ、皆様の食形態に合わせてご活用いただけたらと思います。はい、こういった感じでですね写真付きの献立でご用意させていただいています。今日は中島先生にもご試食いただいたんですが結構お味はしっかりしてたんですね。はい、大体ご試食いただくとかなり味しっかりしてるねっていうお声をいただくんですけれども塩分に関しては1日あたり朝昼晩合わせて 6g を目安にご用意させていただいてます。お出汁を上手に使わせていただいているのでその商品がとても分かりやすいしっかりとはっきりとした味付けにはなっています。ですので高齢者の方にとってはですね非常に分かりやすい、そして何を食べているか分かるから食欲が湧く、そして完食をされるというケースを多くお声として聞いております。はい、あとですね、まあ介護職員の方がやられている施設様なんかです、グループホームデイサービスなんかでは、包丁を持ったことのないような介護職員の方もいらっしゃったりするんですけども、私どもはほとんどに即してこういった手順書というものをご用意させていただいております。何を湯煎で何分、そして何個ずつ、どのように盛り付けるのかっていう形で、写真付きでほとんどがご用意できてますので、どなたでもご用意いただけるのかなというふうに思っております。100床以上の徳洋さんなんかですと、外国籍の技能実習生の方たちなんかもこう徐々に施設様に入ってきておりますので、まあ、そういった方たちでもこういったものを見ながらですねお食事のご対応するということも可能かなというふうに思っております。このクックデリの商品でも大体10分15分のお店時間でございますのでトータルで30分長くても40分でお食事の提供ができるという意味では仕込みがなくて調理も湯煎するだけですから非常に簡便でございますので、まあ、そういった意味で人手が少し足りなくなってきた、もしくは厨房のスタッフがかなり罹患してなかなかお食事の提供ができない、そんな時に踏まえて日々普段からちょっとクックデリを使ってこんな感じの流れなんだっていうところをやりながらこの災害時の備蓄としても備えていただけたらなというふうに思っております。はい、また支援物資が届くまで、自助共助で生き延びるために各施設様にですねそういったきちっとした備蓄体制を平時から整えていただければと思っております。まあ、この毎日ご利用いただく、もしくは2日分の備蓄を施設様にご用意いただく、いずれにしてもですね、季節の食事として冷凍でしょとか干潮品でしょっていうご意見が、まあ、ほとんどの方がお持ちだと思います。小山代表も基本的にはもう、まあ、栄養士さんが作る、まあ、調理さんが作るのが正しいとおっしゃったんですけどもクックデリの召し上がってこんなにいいんだったらこれをうまく活用したらいいんじゃない、その少し浮いた部分を小山庭園のフロアに行って利用者様と一緒に接点を持つ、まあ、そんな使い方もあるんじゃないかというお話もいただいています。デザートのメニュー、ありがとうございます。はい、そちらの方も大変ご利用いただきます。まあ、そういった意味でですね一度まずご試食いただいてからですねそれからこれをどうやったら使えるかっていうご検討をいただけたらと思っております。あ、まあ
こちらお値段なんですけども、例えば朝昼晩で1日820円、もしくは760円、一番お安いプランですと690円で朝昼晩ご用意できております。うちの施設は朝だけ欲しいよということであれば、朝200円だったり180円でご用意ができますので、まあ、そんなにこう原材料等の比較としても変わらないと思いますので、まあ、この部分をうまく活用いただいていただければと思っております。はい。そうですね。はい。まあ、やはり、災害が起きたとき、まあ、防災もそうですし、減災も含めて、いかに、こう皆さんで施設様の中でのこう自助・共助をするためには、ぜひこういったものをご検討いただければと思っておりますので、貴重な時間ありがとうございました。私からのご説明は以上でございます。ありがとうございました。視聴者石山ありがとうございました。ご紹介させていただきます。小山医療福祉グループ代表、小山理沙代表です。そして、東京都立病院機構危機管理統括部長の、中島先生、そして、国電株式会社、増設執行役員販売推進課の室長であります石井様、お三方、本日はよろしくお願いいたします。時間は40分、はい、時間は40分になっています。ファシリテーターをご用意いただきました小山でございます。学会を含めましてファシリテーターの任を司る任は、まず自分が一番喋りたい、はい、でもそういう人に喋らせたらいかんからファシリテーターにして質問役をせえというのが私の役どころでございます、はい、私が喋り出したら40分じゃ足らないものですから、そこはですね、いかに皆様方の質問やですね、お二方の足らないところの話をということで引き出したいということでございます。まあ、まず皆様方がポンと質問が出てくればいいんですが、いかがでございましょう。ご質問出てきませんか。いや、出てくるわけないんですよ、すぐにはね。それで私がいつもやる手はですね、まあ、中島先生から石井さんに聞いてみたいこと、石井さんから並んで聞いてみて、というあたりからちょっと引き出していこうかなというふうに思いますので、じゃあまず、はい、先生の方からどうでしょう。いや、私も 3月以来、ご用意いただいて、で先ほど試食してですね、美味しいなって、だしの味、これ、いいですよね、私もね、正直言うとですね、そのまま使えるかみたいな気持ちが、昔はまずかったんです。10年前はね、冷凍はまだちょっとありましたけど、私も食べてあまり美味しいもんですから、びっくりしまして、ここは食品化させていただいた美味しいと。そうです、ね、はい。いや、あんだけ美味しいものを持ってたら、それは北から石垣島まで自信持って行かれればなと思うんですけど、年間どれぐらいの距離どうしてある移動されてるんですか。はい、ありがとうございます。すごくデリのこう、美味しいという言葉がメディアで VG チューブに乗るというのは非常に光栄なんですけれども、基本的に必要があれば出張するというところで、大体週に3日、4日をいろんなところにお邪魔してご試食をさせていただいているという感じでございます。距離に関してはちょっとわからないんですけれども、そんな感じでございます。ぜひぜひ今アプリでずっと追えるやつがあるので、そうなんですか。ちょっと、はい、記録を取りながらまたご報告したいと思います。はい、災害っていつ起きるか分かんないって言ったときに、例えば自宅であればいろんな備蓄品だとか、仕事場であれば仕事の中にもある程度あると思うんですけど、まあ私もそうなんですけど、通勤時間帯って最低限のこう、まあ、防災グッズしか持てないと思うんですけど、どういったものを持っておけばすごくこう有効かなっていうのがありましたら、何か教えていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。私自身はですね、まず明かりを何種類か持ってます。ペンライトとか、あともちろん
スマートフォンもありますし、スマートフォンのバッテリーも踏まえて明かりを持ってる。それから声出すと聞こえなかったりするので、ホイッスルを1個必ず入れています。で、最近はトイレをポータブルのこうちょっとおしっこだけでもパッと入れたら固められるようなものも薄いのがあるので、そういうのを忍ばせていて、やっぱりトイレしたくなるとものすごく気持ちも追い込まれてしまうので、その時にこっそりできるといいかなっていうのがあって思ってます。で、お水とかはいつも持つわけではないんですけど、例えば今日も名古屋からこっちに戻ってくる時には必ず駅で乗る直前にペットボトルを買って、でそれはなるべく飲まないで東京駅まで来て初めて開けるっていうようにして、で、移動するのは重くなるので飲んじゃうんですけど、その間は必ずっていうふうにしていますし、普段の通勤の時にはゼリー飲料っていうか、キュチュってするようなあれだと小さくて済むので、それは2つぐらい入れて、万が一お腹空いた時にもそれをちょこちょこ食べながら、まあどうやってここから逃げ出すかなっていうのを考えているぐらいですかね。あと何かな、あとちょっと怪我した時のためにパッと抑えられるような、紙ナプキンみたいなものの小さなものを入れてたりとか、そんな感じですかね。意外と秘密の、まあ私なんか正直言うと、薬をですね。あ、そうですね。いつも余分に持ってたりとか、いろんな職場へのこう分散して、私の方からの質問ですけど、はい、先生に最初、もっと教えていただく福井教だったんですが、減災という言葉、はい、はい、この後はちょっとまたありますか、ね、はい、私が最初に減災という言葉に出会ったのは、防災の、方たちがいろいろ建物を建てたり強くしたりして、それでも壊れたり、守りきれないよね、だから被害は出るんだねという前提で、被害を今度減らしていこうという、そういう発想の中から減災っていうのを、理解しました。それを実際例えば医療現場とか病院の中で、じゃあ減災ってどういうことなのかなってやっていくと、その言葉の通りにはできなくて、今考えていることはその被災した日に考えることを、考えなきゃいけないことを減らしておくっていうことが今の、一番の私が持っている答えです。例えばその日に何を食べるのかとか、どこでご飯をどう言っておしっこ処理をするのかとか、そういうことを被災した日に考えてたらもう間に合わないし、多分ろくでもない答えしか出てきませんので、それは手前に平和な時にゆっくり考えておいて、その被災したっていう日にはとにかく生き延びるっていうことだけに全ての脳の力を使えるような、そういう考える力を残しておくっていうために、事前にいろんなことをする、考えることを減らしておこうっていう意味の減災っていう言葉を捉えています。私もう一つですね、先生のように聞いていて、まあ、災害そのものを抑えるのはご自身しかできないかもしれないけど、その時に迷わないように最初からこう薬の位置とかですね、カバンに呼び名を入れておくとか、中に逃げ場所を決めておくとかですね、その時になると愚の迷いますよね。でその時どうしたらいいか、家族で職場で自分の心の中で決めておくということも一ついいのかなと思っていたしました。本当にその通りだと思います。ここに行けば物が置いてあるからちょっとそこまでは行くとか、いくつかこう自分の回ってる拠点に少しずつ置いといて、まずはそこに行って考える、そんな風な迷わない行動っていうのは大事かなと、それが考えていくから、ね、要するにここは中学の子供の方、それから特に入所させている方の家族の方は国へ逃げ込んでほしい、そのように決めた、
入所者の方も家族も安心して、ただ問題は私どもはこの施設がこれだけでも手一杯のものですから、まさしく備蓄をはじめとして薬をはじめとしてそういった形を受け入れるだけの、まあ、体力がある。実は施設は心意志がないんです。この人たちを守ろう、来た人を受け入れよう、でもそれ以上の物理的な食べ物、飲み物の水やですね、体力なんもないんですよ。だから実は行政の方の支援が必要、サンダーバードのような全国ネットワークが必要だというふうに思っております。皆さん方、この地域の方がいらっしゃいましたら何を問わずこちらに来てください。まず建物はしっかりしたいと思います。それからそれなりのスタッフがここの施設長は維持でもありますし、看護師は通うし、PT もおります。ただ食べ物や水が足りるかというと、これだけの大勢の人間が何時耐える、施設はこの時代ですけど、一応3日分というのは義務化しておりますので、3日分は何と、でもですね、ちょっと職員分ないだろう。職員の分につきましても、一応用意3日分は用意するようにということになっております。カップヌードルじゃないかな。そうですね、はい。いや、実はそんな程度なんですよ。実は情けないです。そのことを皆さん方と一緒に考えて、我がこととしようというのが実は、いきひくらさんのこの会でなんです。そして、その時は遠慮なく、クレリさんを頼りにしよう。さあ、今日も地震がありました。びっくりしました。いつも事務所はテレビ、NHK つけっぱなしで、バッと行きました。震度千葉さん、あ、まあよかったな、ジャスト。千葉にいる私の知ってるのはいないか、ね、施設はないか、それはありますから、その地域は大丈夫そうだな、連絡が来てるかなって考えるのが、まあ、私たち常日頃気をつけなきゃいけない。ですから、もしもここで地震、マグニチュード 7.5 それも建物があるんですかね、そしたらクックデルさんは来ていただけますか、来ていただけますか。そうですね、まあ、物流倉庫からお届けできる体制であればと思うんですけれども、多分道路の寸断というのはそうですね、避けられない、ね、東京はここは一番道路が全部車が動けなくなって、国税者のトラックも間髪で止まって中に入れない。そうですね、はい、あとは、まあ、場所にもよると思うんですけど、津波が10メーターぐらい来ると言われることを考えると、備蓄の設置場所も、まあ、その津波、場所場所によると思うんですけども、まあ、津波に影響されない、上層階に設置されるというのもとても大事なことかなと思います。はい、私ね、二本松の特用で地下に備蓄食倉庫を作りまして、市から多量な地域に入れたんです。全部ダメになりました。水が入ってしまう、はい、隣が川でほんのわずか数センチだったんですが、それで入ってきたら食堂も1回備蓄だから、それからコンピューターのサーバーでしたですね。その時に学んだことは、食料庫は上の方がいいんじゃないですか。それから食堂、厨房もみんな1階の習慣なんですね。ともしかしたら1階じゃない最上階の方がいいかもしれない。それから事務所1階なんですね。でみんなですね、事務員が全部机の上にコンピューターあげたんですよ。でもサーバーだけはまず床に置いたんですね。当たり前ですね。サーバーが全部ダメになりました。だから私は、まあ、たくさん災害に遭いましたね、コロナにも。そのことで、やっぱり、体験したことを皆様と共有して、そして少しでも生かしたいというふうに思っております。特に、あとそれから、その輸送問題ですね、根本的にね。福電車がいくら作っても今その運輸業界ですか、ね、どうしたらいいでしょうね。そうですね、クックデリとしてはまあ大和宅急便屋さんとかに私ども商品をお届けいただいているんですけれども、まあかなりその輸送も難しくなってきておりますので、難しいというかやっぱりお届けできる南もこう見解があるというのは聞いてますので、自社ルート便を今後広めていこうかなというふうに考えております。
ですね、まあ、場所によってドローンで救急物資を、まあ、薬ぐらいでしたらね、運びますけど、やっぱり生活って産後ですからね。代表、チャットの方で質問が来ております。すいません、よろしいですか。どうぞ。はい、防災というと、飲み物、食料などの備蓄が進められますが、種類が多すぎてどうしたらいいかわからなくなっています。最低限何をどれくらい用意すればいいでしょうかっていうところが、ご質問が来ております。ちなみにですね、千代田区におきましては、千代田区民はですね、3日間在宅生活で、千代田区民の方は、在宅の方で、生活をできるような備蓄をしておいてくださいっていうのを言われてるらしいんです。でそれも含めて、何を用意したらいいかというのをちょっとわからないので教えていただきたいというところで、あと合わせて、クックデイさんの方にローリングストックの方法ですね、どれくらいの容量が必要で、どれくらい入っていて、どういうふうに入れ替えていったらいいかっていうところも教えてくださいというのが入っております。よろしくお願いします。各ご家庭での、その備蓄に関しては、ぜひ中島先生の方からご回答いただいて、私ども施設様 の、 そのローリングストックについてはちょっとご回答させていただければと思います。先生いかがでしょう。いや、これは逃げたもの。私今聞こうと思ったのは、クックデイさんは施設に配達だけじゃなくて、よく入る在宅にというのは考えたことありません。そうですね、将来的には在宅までお届けできればと思います。来年ぐらいですか。もう少しかかるかなと思います。すいません。やっぱり大変美味しいもんですから、今在宅の話もいろいろあります。あくまでも節約会はそうなんですが、私はこういうサービスはもっともっと一般化された方が、特殊な福祉のため、特殊な障害のため、特殊な医療のためじゃなくて、普段の生活が本当に同じで、普段便利になって普段使えるからこそ再現、普段使えてないものを緊急の時使えるはずがないっていうのが、この世界で先生にも教わったことです。先生の方、何日分というのは、まず一つですね、人が生きていかなきゃいけないのに、1日2リッターのちゃんとする飲めるお水が必要になります。で、さらに手を洗うとか、その雑水のようなものがまたあと2リッターぐらいあって、まあ、両方合わせていくと、削ったとしても3リッターぐらいになります。で、お家の中で 日が切れて、賞味期限が切れてしまったお水を今度、まあ、手洗いとか何かを拭くためのために残しておいて、飲料自体はちょっとやめるけどっていう形で3リッターできたら4リッターぐらいが1人当たり、それが3人分っていうのがまず最低限のお水の話です。で、お水だけだと汗をかいたりすると、今も熱中症の予防でもそうですが、やっぱり塩分というかミネラルが足りなくなりますので、少し製品名を出すのはなんですけれども、ポカリスエットのようなエールこう溶かして飲めるようなものの、なるべく お砂糖の入っていないものを選んでいく方がいいかなと思っていて、思った以上にいわゆる、スポーツ飲料の中にはすごい糖分が入っててですね、あれをずっと飲み続けると、それはちょっと体が逆に血糖値がずっと高くなって、おしっこが出やすくなったりとか、また別のものがありますので、そこは避けていただきたい。あと食べるものについては、つくづく分かったんですが、コロナの時に私も食べられなくなって喉が痛くなったりしてですね、やっぱりゼリー飲料を丸飲みするっていうのは意外に手軽でいいなっていうのがありますと分かりましたので、ああいうものを当座自己自身の好きな味をですね、残していただいて、いくつか積んでおいていただけると、まあ、いいかなと思いました。で、今3日っていうお話なんですけれども、その時間を3日をもしですね考えてみると、発災したその日は1日目です。で、大体東京都でも物事が明らかになるのは2日3日経って初めて被害の全体像が分かるようになりますよっていうふうに言っていると、つまり2日目、1日目もご飯が食べました、もう残りは2日しかありません、
2日目に食べました、残りが1日しかありません、でもその時にどこに物流が来るのかとか支援がどこに来るのかっていうのが分からないまま3日目を食べることになりますので、私は現実的なところからいくと5日は必要だと思っています。そうすると3日目から食べた時に全体が分かってきて、次のご飯に何か支援物質にこうアクセスする場所とかが明らかになってきて、そこにまだ2日分残ってますから、ちょっと心を穏やかに並べたりとかですね、争っていってまた余計な怪我をしたりとか、そういうことがなくうまくいけるんではないかなと思うので、5日間分は皆さんの中に持っておかれた方がいいのと、ぜひそれを5日とは言いませんけれども 数日分持ってここに来ていただきたいです。自宅避難が最高なんですけど、自宅が怖くて集まりたいなってことであれば、その時せっかく家に溜めてたものを背負ってここにいらしていただければ、先ほど小山代表が心配されてた来てもらってもねっていうところが、皆さんご自身のものを集めて食べられますのでいいかなと思います。はい、3日間というのは多分私施設が物理的なスペースの問題で3日としたんではないかなというふうに思った。物理的にそれ以上だと大変になりますし、そこまで相当の余力がないと思います。で、まあ、今一番町避難モデルを考えたときに、いや個人の方、ご家族の方が、まあ、食べ物をあと何日か分かパッケージを持ってきていきたいと、でその時にどこに入るかなんですよ。ここは1階ロビーも広くていいと思います。割とですね。それから最上階プールもあります。飲めませんけど、これからもしかしたら飲めるようなろ過装置も、施設長はいかがでしょうかね。もしかしたらろ過装置ってありますよね、あのプールもね。はい、そういったものがあると、まあ、本当に飲めるのか分かりませんが、あの水は貴重だよね。私の施設長いかがですか。はい、生活用水として活用できる部分には非常に貴重だというふうに考えています。はい、私ここの目的はですね、実はこの会議皆さんここに入ってるでしょ、ここに小屋のホールがある、施設長の顔と名前まで忘れても顔を見れば分かる、ここに何日分かある、つまりそれを知っていただくことなんですよ。一度も入ったことないところを逃げ込みますから、皆さん方この資格のない方が今扱っていると思いますけど、でも一番地はそういう施設で、そういう志の職員がいて、それなりに備蓄もしているから、ここへ魅力になる方はここへ来てください。ええな。それが防災訓練だと思います。ここのセミナーをここでやっているのは、この場所を知ってほしいからです。場所じゃないんです。職員の顔なんです。あなたはこの施設長ね、あなたはこの理事長ね、何とかしてね、私前にここに来たことあるからね。私、防災訓練は熱海の時なんですけどね、するので、施設が200床の大きな施設なんですけど、まあ、熱海実際に水害がありましたけど、ユニットを町名にしたんです。熱海の町名と同じように。でそれは何かあった時、職員は指示できないんですから、自然に町の方は、施設に入ってきたら自分の町名のユニットに逃げ込んでください。お約束事なんですね。それで防災訓練をして行った時に中に来ていただいて、はい、だから自然になるんですね。だから皆さん方はここに下にポテトホールがある、上にプールがある、それで自信を持ってここに、それが今結構問い方がいらしてると思うんですね。二条さんカメリアの人、でもここにこれがある、どこにいるか分かりませんけど、私自分の避難路って考えた時に、銀座からまあ横浜方向へ歩いた方がいいのか、上の方向に歩いた方がいいのか、もしも北経路をして北国線に進路を取って逃げるんであれば、どこに私が寄れるような施設はどこがあるんだろうか、まあそんなふうにうまくいくと思わないんですが、東京の場合は避難経路を西か東か南か分かりませんが、そのあたりも考えた方がいいと思います、ね。だから行政の方は地域の中そうですけど、渋谷区もそうです。つまり大型の地下通路を避難通路にしてほしい。こんな話10年経ちますけど、
今あの町の作りはそうですよね、自然ないのそうです。今銀座も検討してるんですけど、あの地下道なんかの地下ですね、ところをあの避難のためのいろんなものを施工しようということを、まあ、マネオンも分かりませんが、そんなことをしております。もうちょっとフラットになったらいいですけどね。銀座はまだフラットなのかもね。渋谷は絶対なのでそんなせいでもあれ無理ですか、ね。うん、赤坂あたりは本当に赤坂あたりもですね。あの地下もですね。しかも水が入ってきてしまう可能性もあるので、うん、一概に安全かどうかわからないですが、その時の災害の状況に応じて、あの銀座はまあ唯一 フラットで5番の目になってますから、比較的わかりやすいですね。どこに逃げ込んだかな、デパートかな、みんなでデパートの地下の食料庫を襲うかな、何のくらいでしょう。まあ、デパート一通り揃ってるトイレも屋上もあるから、デパート行くと、まあ、お金払わないで下に挨拶もくれるから、そんなことはないでしょうけど、なんかそういう商業施設ってのは大事かなと思いますね。で、病院は単位なんですか聞いてますけど、もう救急なら言っていっぱいですから、一般の方が来てもらっても対応する余力が全くないですね。残念ですね。むしろ お手伝いしに来ていただきたいなっていうか、いろいろやることはたくさんあってですね、手が回りませんので、あの病院来ていただいたら、あのちょっと誘導するお手伝いとかですね、あの同じような怪我してる人に私もよって言って、ちょっと一緒に待とうねって一言言っていただくとかですね、あのそういう形でお手伝いしていただけたらなと思いますが、あのうちの職員に言います。もしも行けなくて、そしてもしも病院に来ることがない、もしも体力が残っていたら、介護の力が一番必要だと栃木県の山口施設長は申し上げています。今あの何か医療的なこと無理ですから、ね、だけどこの高齢者が大変多いので、その方たちの付き添い介護をしてくれる力がないんです。看護師も医者も足りませんけど、今一番足らないのは介護力だそうです。だから私どものスタッフは、もしも病院に行くことがあればじっと見てない、その患者さんの、まあ、移動とか、はい、付き添いとか介護面の力が必要だと思います。そのことを知っておいてください。はい、はい、石井さんお願いいたします。はい、あの今ちょうど中島先生もおっしゃってた5日ぐらいは必要だよねっていう話の中で、まあ千代田区の3日間分は、まあ、常温の備蓄を、でさらに、まあ、ご家庭であれば、あの調理済みの冷凍の商品っていうのはいろいろ出てますので、まあ、そういったものもこう一つの備蓄食材としてストックしながら、ご家庭の中でローリングストックをしていただけると、たぶん何かあったときに避難所に来られるというのは、被災を受けてすぐというよりも多少時間がかかってからだと思いますので、まあ、そういった意味で5日分の食材を確保しながら、2日分は例えばご自宅で召し上がって、その後その常温の備蓄食材をお持ちになって、こちらの方の施設にお越しいただければ、非常にこう皆様が食事の取り入れというかですね、そういったこともなく召し上がれるかなと思います。はい、あとあの施設のこのローリングストックのお話なんですけれども、あの基本的には各施設様のご利用者様の分、それから、職員様の分で、災害拠点施設、地域施設になっているところに関しては、その近隣の方の食材の分も含めてですね、できれば2日分を調理済みの区で今商品をストックしていただくと、でそれに合わせて業務用の冷凍庫というのは非常に高額の商品になりますが、家庭用の冷凍庫であればそんなに高価なものではございませんので、まあ、ぜひ施設様の中でもご検討いただければ、非常に有効活用できるかなと思います。こんな感じでローリングストックに関してはいかがでしょうか。はい、あと消費期限等についてもお知らせいただけると。はい、クックデリの商品はですね、非常に長期間の保存が可能なんです。長いものだと本当に1年ぐらい持つものもあるんですけれども、
冷凍庫の、まあ、冷凍庫のこう技術というか、あまり皆さんのご家庭でもそうだと思うんですけども、冷凍庫に入れると霜がついてきちゃって、なかなか商品が品質が落ちてしまうというのもあります。ですので、1ヶ月に1回、何しろ2ヶ月に1回その消費をして、また新たにストックをして、で備蓄としてと捉えられるというのがよろしいかと思いますので、まあ、賞味期限は長いんですけれども、冷凍庫の機能上、まあ、1ヶ月ぐらいでご活用いただけたらと思います。いかがでしょうか。じゃあその他のところの質問ですけれども、これクックデイさんでですね、地震が発生したとき、それまでクックデイ様と取引をしたことがない施設でも注文することはできるのでしょうか。クックデイとしてなんとかお届けはしたいという気持ちはあるんですけれども、現実的にですね、まずお届けをしなくてはいけないのは、今お取引先している施設様に何とかお届けをする、でその後に余力があればというような形にはなります。ちなみに小山医療福祉グループの全施設様に関しては、すでにもう代表とお話をして、全部 ID とパスワードを取らせていただいてますので、何かあった時はできる限りのお届けはしたいというふうに考えております。今全国区電さん、ある程度ローリングストックに持っていこうとか、冷凍庫も少しずつ置いていこうと、それから地方は多いものですから、今地域の農協さんとかスーパーとかですね、道の駅もありますので、今農協さんと提携いざという時とか、それからうちの方の仕組みとしてですね、具体的に動きそうなんですが、100万円保証金を取引の農協さんにお預けする前払いですね。それによって、まあ、まずは一時何か起きたらすぐに100万円分だけもう買ったことにして送ってもらえない。だからこれは知事の前方でそれだけ先に出してやっていいのかと思うんですけど、まあ、まずは自分が余裕がないと急に行けませんので、それで、まあ、解決を自助努力としてしていく。だから都会ですと近くの大型スーパーとかいうのもいいから、まあ、とにかく福田さんとお取引をすると、実はそういう期待も持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、かしこまりました。続いての質問大丈夫でしょうか。今日もお配りしてるんですけど、防災の被災ブックっていう本がですね、受付の方に置いてありましたが、こちらを多分読まれた方からだと思うんですけど、中島先生のところの文章で、KYT 危険物質トレーニングをしてみましょうって書いてあったというページがありました。この KYT のトレーニングをする際での注意点というか、どういうふうにやったらいいのかっていうところについて教えていただきたいということです。ありがとうございます。危険物質トレーニングというのは、よく工場とかですね、あと危険な場所で働く人たちの、ために作られたものですけど、難しい やり方もいろいろ難しいからあるんですけれども、簡単に言うと、みんなで今いるところ、この空間の危ないものは何だろう、例えばあそこの上にある吊り下がっているライトっていうんで終わるんじゃなくて、ライトが落ちてあの下に座っておられる方の頭から血が吹き出して危ないよねっていうですね、物と何が起こるのかっていうことを結び合わせて話すっていうのがすごく大事なんです。でもう一つは、その時にいやそんなこと起こらないだろうとか、何馬鹿げたこと言ってんだよっていうふうに人が言ったことを否定しないで、おあるかもねって言って、全部みんなで妄想チックでも何でもいいので、そこの後ろのガラスが弾けてこっち側に飛んできて小山代表の足に刺さるとかですね、そういうもう何でも言っていくっていうのが大事になります。その中でいっぱい言ってもうさすがに出ないなって思った中から、現実的に本当に危なさそうなものから、いやいやこれはさすがにないだろうっていうのに順位付けをするんですけど、アイデアを出すときには否定しないっていうのと、何がどうなって
何を起こすのかって、この因果関係をはっきりみんなで言っていくのが一つになると思いますので、段ボールが落ちてきて、彼女さんの頭にぶつかる、そして昏睡に陥るとかですね、こういう一連の流れをやっていただけると多分楽しくはないと思いますが、活発な意見が出てくるんじゃないかなと思います。防災訓練ってなんかゲームでやると昨日ありましたよね。どうやったら逃げられるかとか、なんかそういうゲームで防災講座ってなかったかな。正谷先生、そういうのありませんでしたかね。なんか防災訓練でゲームアプリからやってると、どうやって逃げられるか作っておきたな。でもそのあたりは本当に職員研修にも使えそうですね。やっぱりとりあえずとしそうで、その時の判断って本当にできませんもんね。できないけど一応手前で一回そのクロスロードの葛藤、クロスロードの大事なところは葛藤することなので、何が正しいかっていうよりも、こういうものにぶつかった時に自分はどういう心理状態になるのかということを事前に学んでおくことが大事なんですね。それを学んでいて、いれば本当にそうなったときに悩まずに、まあこっちとかって選んでいけるんですけれども、やってないとその現場に行ったときに、そのイエスかノーかを言う手前で止まってしまって、無駄に時間がいく。ノーだったらノーでさっさと子供のところに行った方がいいわけです。イエスにするんだったらさっさと始めた方がいい。こういうところの考え方を学ぶためにはクラスロードで一回悩むっていうのが大事です。これも僕が思う減災の手前でいっぱい、まず事前に考えておくっていうところの一つだと思います。私もクロスロード大好きで、そうですね。で、あとはあれですね、皆さんの意見を聞いて自分の考えだけではないっていう、だから相手が言ういろんな人の意見をやっぱり吸収して知識として持ってから、その場その場で判断っていうのは違うと思いますので、その相手の怪我の程度によったり生まれ具合によっても判断が分かれますので、皆さんの意見を聞いて、その知識として持って帰るというゲームですね。東日本見ても石川見ても、やっぱり日本人の特性なのか、その時どうするか、どっちかというとじっとそこでうずまって様子を見て決めますというのはですね、慌てて飛び出して動き回るのどうかと思いますけど、どうぞもっと早く動いて津波から山を登った方がいいとかですね、建物出ちゃった方がいいとか、結果で見るとどっちかというと動いた方がいいから、泡の動きをして墓穴を掘るというよりはうずくまっちゃうのが多いですよね。もちろんお年寄りだったり弱者だったり、家を離れたくない、地域を離れたくない、知り合いから離れたくないという思いがあるんだけど、どちらかというと行動した方がいいですかね。その行動を選ぶために手前でいろいろ考えておいた方がいいと思いますけれども、私は性格的に止まっているよりも動くことを選ぶ性格なんで、まずはどっちに行ったら生き延びる確率が高くなるかっていうと、その場で考えて選択をどんどんしていくと思います。正直言うと、これが寿命だからここで天命を待つかなって気持ちになりそうな気がして怖いんですが、そうなるとですね、岡山大は確かに天命が終わるかもしれませんけれども、岡山大を探すっていう作業がリスキューな、はい、生きてるぞーと、ここにいるぞーと、救助隊員の救助隊員の
こっちからすると生きている小山代表が助けがいがあるんですけど、亡くなっている方を探すのは非常にしんどいので、私は職員にはですね、生きているということも発信してくれる。発信がないのは大丈夫ですから、発信がないのか、死んじゃったから発信がないのか分からないので、私は無事生きてますということの発信をしてほしい。よく言うんですが、いざ我がことになると、まあもういいかな、めんどくさいなみたいな。最後の1分、10分まであがいておいてください。みんな、あがくぞ私は。ぜひお願いします。で、最後、お時間が少しなってきたんで、最後の質問でなんですけれども、先ほどの中島先生から被災の時のご飯も楽しくならなくてもカロリーを取る作業となるというお話が出てたんですが、クックデリさん、高齢者に人気のあるメニューっていうか、美味しいって言われているメニューを教えてくださいってことでした。はい、ありがとうございます。年齢に関わらずですね、一番人気はカレーライスだったりします。クックデリアのメニューでお好きなものをということでアンケートを取るんですけども、カレーライスであったり、ナポリタン、それからサバの塩焼き、焼きそばとか、あと唐揚げ、かぼちゃの煮物なんかも本当にこうアンケートとして上がってきますので、ぜひそんなものを一度ご試食いただけたらと思います。はい、被災地で試合で食べ物を食った時に、やっぱり一番よく困るのは、正直と甘いあんこみたいなお菓子だったり、羊羹みたいな、まあ果物系やそのジュースの固めたプリンみたいな、なんか甘めで、そしてお喉を取りやすい、そして何よりも美味しいことなんですよ。安いお菓子を送ったらあるんですよ。送るときは最高級の和菓子とかでさ、本当そうなんです。まずいものがですね、残されます。やっぱりそういうところでですね、おいしいと思われるいいものを送ってあげてください。またいいものを残しておいてください。はい、お三方、お話はまだまだこう進めていくとですね、明日の朝まで多分続くんじゃないかと思いますけれども、他にもう最後に一個だけ何もなければないですか。大丈夫ですか。はい、それではお時間になりましたので、こちらで、3人のパネリストの方のお話が終了ということになります。閉会のご挨拶を代表そのままお願いしてもよろしいでしょうか。はい、最後は皆さん方は避難所が一つ増えました。この一番町です。今日ここに来た方は自信を持って安心して、いざという時はこの一番町に来てください。ご苦労様でございました。